金福ウーゴは、ブラジルパラナ州アルトパラナ出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。日系3世で、ブラジル国籍を有する。ただし、日本国内の大学に4年間在籍した後に、ドラフト会議で東京をヤクルトスワローズへ入団した。そのため、NPB では、外国人枠が適用されず、日本人選手と同じ扱いを受けている。 2012年と2016年以降は名前のウーゴを登録名に使用していた。5歳から野球を始め14歳の時に公式野球世界大会のブラジル代表に4度選出された。2004年に日本で開催された大会では団体3位、個人ではベスト9に選出されその活躍をスカウトに認められ来日した。しかし、佐野日大校では 寮生活に馴染めず、さらに2年次に左ヒーチの手術を経験した。結局、公式試合での登板はないまま、高校生活を終えてしまう。ちなみに、2016年から巨人でチームメイトになる沢村拓一は1年先輩で、在学中に寮での相部屋生活を経験している。高校卒業後は、白鸚大学に進学し、赤子新学生野球連盟に加盟する。 同校野球部に入部した。2年次春の全日本大学野球選手権大会で全国マウンドを経験した。4年次の春に初勝利を挙げ、秋には一部リーグ優勝を果たした。2011年10月27日、プロ野球ドラフト会議で東京ヤクルトスワローズから育成にいい指名を受けた。白王大学は部員数50人程度とそれほど大きくない野球部であったが、 2011年のドラフトでは塚田正義がソフトバンクから岡島武郎が楽天から指名を受け一挙に3選手が指名を受けた2012年には育成選手として開幕を迎えたが7月30日に支配下選手契約へ移行10月3日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で2番手投手として一軍デビューを果たしたシーズン終了後には チームメイトで自身と同じブラジル出身の松本雄一やラファエル・フェルナンデスと共に第3回 WBC ブラジル代表に選出された。2013年には福岡や福岡ドームでの第3回 WBC1 次リーグへ組のうち3月3日のキューバ戦と3月5日の中国戦に救援で当番。しかし大会終了。 NPB シーズン開幕後の7月17日に左肘内側側副人体の再建手術を受けた。その影響で2014年までの2年間は一軍公式戦への登板機会がなかった。2015年には7月28日の対広島東洋カーアップ戦で4番手投手として自身3年振りの一軍公式戦登板を果たした。しかし、 一軍での登板機会は、この一試合のみで、10月2日に、球団から戦力外通告を受けた。2015年11月10日に12球団、合同トライアウトへ参加した。ストレートで、最速時速 146km を計測し、シートバッティング形式による、打者3人との対戦を三者凡退で終えた。この結果を受けて、11月13日に、読売ジャイアンツが、 育成選手として契約したことを発表した。登録名は、ウーウー語で、背番号025。2016年には、3月28日付で、長谷川淳と共に支配下選手登録。背番号も95に変更したが、一軍公式戦での登板には至らず、10月2日に、球団から戦力外通告を受けた。NPB 他球団での現役続行を希望し、 11月12日には2年連続で12、球団合同トライアウトに参加。前年と同じ形式の対戦で、打者3人に対して、1奪三振1、被安打1を支給という結果を残した。2016年12月2日、独立リーグベースボール、チャレンジリーグに来年度から参加する、栃木ゴールデンブレーブスへの入団が発表された。2018年10月31日に、 栃木を自由契約となり、対談。栃木対談時に寄せたコメントでは、まだ先のことは決まっていない状態としていたが、2019年より、読売ジャイアンツ国際部通訳に就任した。同年は三軍の通訳として、日本語とスペイン語とポルトガル語を主に使いこなして、伝達役を担う。左腕から投げ込む、最速時速1 4 8キロメートルのストレートが、持ち味。 吸収は、カーブ、スライダー、チェンジアップ。課題はコントロール。ありがとうございます。